こちらから言えば向こうに切り替わってもらいます。別に俺らの画像いらないじゃん。まあそうっすね。別に俺らこれ映ってる理由ない。あ、だくじは一応見せる必要があるんで、くじここでいきましょう。くじ、ね、これもしは手元必要じゃない。そうですね。いやだ、まあこんな感じで、これこんな感じで、あ、これ、はい、じゃあこうやってくじはこうやっていきましょう。はい、じゃ今のうちにもう一回16枚か確認しましょうか。そうですね、はい、一覧、あー確か一覧どこにあるんだ。あ、ツイライン的な。はい、じゃあ16あります。言われる何でしょう。さてさて、はてさて、全部のなんだっけ、あのこのトーナメント表じゃない、そのチーム表が手元にねえな。ああ、これなんだ、これどうすればいいんだ。ダウンロード、はい、もう始まってますね。はい、今始まりましたね。始まってます。はい、始まってますので、はい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 。こんばんは。じゃあですね、秋葉原 e スポーツスケアからですね。そうですね、お邪魔してます、はい、お邪魔しております。僕はあれですね、去年の8月エクセスト以来久々です。吉尾さんはあれですね、あの毎週。そうですね、ここにはお世話になっております。はい、はい、でですね、会場の皆さんにはですね、あまり関係ない話なので恐縮ですが、来週のですね、卒の大会のくじ引き配信をですね、ここ曲がりして、行させていただきます。よろしくお願いいたします。ということでね、この毎週日曜のイベントですもね、何かしら卒関係を、持ち運びたいと思ってますので、その点ね、私等にご相談いただければ、入れると思いますので、ちょっと集まってですね、皆さん集まって日曜日遊びになることも考えてください。一つ置けばね、ウルトラスト2以降で、ね、そうですね、スイッチでそっちが発売されたらそれを置けるのがちょっと任天堂的 OK なのか分かりませんが、まあ、そういうことを含めてということですね。 あそこは怖いからね、はい、うん、まあ、置けばですね、今今日e スポーツスクエアでですね、スト5、ギルティ、キャリバー、アルカプトーと様々なゲームやってますけど、まあ、それにね、一つ皆さんやれば、興味ある人も増えてくるんじゃないかなと思います。はい、はい、ではですね、改めて、本日は、そのくじ引きをしていきますということで、くじこちら用意しております。はい、そうですね、くじでですね、随分アナログなんだねっていうふうに、はい、アナログがいいんですよ、アナログが。はい、でですね、事前エントリーが先ほど18時で締め切りという形になりました。事前エントリーが先ほど18時で締め切りという、ことになりまして、16チームエントリーしていただいております。はい、でですね、ちょっとホワイトボード映せますでしょうか。ホワイトボード映るのかな。はい、まあ、こんな感じですね。映りましたね、はい、で一応アナログ、はい、アナログです。まあ、今テストですけど、16チームあるんで、今下に用意されておるこのエントリーされたチームをくじ引きで振っていくという形ですね。ですね、はい、になりますので、くじ引きしてますよというところをお楽しみくださいというところですね。あとはあれですね、今回は事前エントリーが16チームだったので、当日枠ですね、当日枠に関しては2つご用意させていただきます。でも、はい、今パッと見たら4444で16個しかないじゃん。ご疑問に思う方もいらっしゃると思うんですね。まずは今回事前エントリーしていただいた16チームをくじ引きで貼らせていただきます。その後に1から8ですね、ABC で、まあ、A が1から4ですね、で、まあ、B が5から8の C が9から12の D が
まずいいか略って感じで続くんですけども、はい、その1から8までと、あの9から16までの2つに分けて、あの A か B、C か D どちらかに後から当日枠どこにぶつかるかがわからない形で、あのくじ引きさせていただければなという、うん、くじ引き2回ありますね。だパッと1回戦あここかと思わしといて、まさかの、まあそうですね、はい、当日枠ある可能性があるので、ただし当日はですね、当日でまた予選を行って、はい、行そのうち2チームが、はい、ね、出場できるという形になっておりますので、はい、はい、毎回あのゆうべがさんが泣かされるやつですねそうですね、はい、ゆうべがさんが平穏性のブランカにかぶされたのちょっと面白かったですね、ホンダフェイロンですね、あれも相当ゆうべがさん根に持ってますから、そうですね、当日枠はやめろと。そうですね、まだ結構当日強力なプレイヤーが来るという噂も、聞いてます。そもそも当日枠って、はい、勝ち抜けて枠に上がってますから、それなりに強いんですよ ね, すね、当たり前ですけど、はい、なので ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてですね、今梅原漫画のおなじみ八重さんも、当日来るんじゃないかというような話もねありますので、やや出ないとか言ったよ。出ないですか、わかんないけど、まあまあ、あの人もね、当日だったら急に焼き出したりするんで、あ、まあ、あの人結構嘘するからね、はい、あのもし八重さんとか、ね、出るんだったら皆さんもね、ちょうど注目していただきたいというところでございま す、ね、クラスさんはそれどうですか。クラピョン出れるわけないでしょ、だってクラピョン優勝してんだ、クラピョン優勝してんだ、東映も、はい、東映もしてるし、八重さんは逆にギリギリ優勝してないんですよね。そう、逆にね、そうです、クラピョンは一通り全部優勝してる。クラピョンさんは、王者なので出れませんという、うん、はい、失礼しました。そ、何言ってんだよ、失礼しました、コンセプト忘れてました。そうですね、はい、はい、じゃあくじ引き、じゃあくじ引きやっていきましょう。はい、じゃあ、エントリー順でいいですか。エントリー順ですね、はい、わかりました。じゃあ最初エントリーナンバーワンのチーム、ナンバーワンのチーム、ちょっと待ってね、今ナンバーワンのチームをね、審議対、審議対、はい、イロハ、ウラケニ、破天荒、破天荒さん、はい、ね、この3方、リュウ、チュンリー、バイソン、まあ初っ端だからね、あの相手もわかんないし、まあとりあえずあっそうって感じの方で、はい、はい、そして、今池袋でね活躍なさってる方々たちですね、ね、はい、じゃあ私いいですか、吉尾さん、すべての責任は吉尾さんにあります。私いいですか、はい、はい、クレームは吉尾まで、はい、はい、あ、見えちゃった、もう一回、はい、アナログだな、大丈夫かこの配信、はい、はい、あ、落した、2です、2、はい、2です、2番ということで A の2番ですね。あ、ちゃんと切り替えましたね、素晴らしい、そうです、そのタイミングでお願いします。はいですね、はい、A ブロックの2番に審議対入りました。皆さん一応メモっててくださいですね、はい、次アッコにお任せですね。アッコにお任せさんは、はい、苗場さん、ウネさん、あ、ウネくんだね、にアッコさんということで、チュンリー、ガイル、バルログ、素晴らしいですね。で、はい、あのアッコさんはあの、はいはい、どこだっけな、あの山口県からの遠征となりますので、のこの後あの15番目かななんかのあの鉄壁のとこ、はい、あの遠征、今回はね、あのその山口からのアッコさんと大阪からの鉄壁くん。はい、があの多分長距離からの遠征になるので、そこがもし1回戦ぶつかるようであれば、それは引き直しなるほどになるべくさせるようにします。わかりました、はい、じゃあ、はい、じゃあじゃあいきますよ、はい、アッコにお任せ、はい、おりゃーほっ、はい、はい、11番ということで、はい、D ブロックの3番目ですね。嘘ついた、 C ブロックだったC ブロックですねさあこれいいですね。いいですね。すげえ手作り感満載です。大丈夫かこの配信、本当に。はい。いいですね。はい。はい。はい、じゃあ続きまして3番、根も川ひで。それはこれまんまですね。かなり、ここは強いというか、あれですね、鬱陶しいチームですね。相当鬱陶しいですね。ひで、チュンリー、川島、ダルシムに根もブランカということで、基本的に画面見てるのは根もくんだけですね。ちょっと。ちょっと。だ本人にも言ってるから、まあ、大丈夫だろう。はい。まあ、かなりやる気ある3人ということ で、ね、はい、じゃあやっていきましょう。ちょっとってはい、どうぞ。さあ8番、はい、8番ということで B の4番目だね。はい、と今こちらですね、あのなんだキングファイターズとギルティと、はい、なんだっけ、スト5とアルカップですね。アルカップとスト5と、はい、まあいろいろ本当ね、海外のイベントみたいな感じで、そうなんですね、いいなと思いますね。アルカップが映るとすごい海外っぽさ出ますよね、うん、なんかね、それで今このトーナメント表の配信やってると、はい、あれここでなんかイベントでもやるのか、いやここじゃな、ここで今やるわけじゃないです、ごめんなさい、多分誤解を招いてると思います。ほぼホルモン、はい、次がほぼホルモン、これはですね、はい、のーなんだあそこじゃないのかな、で指揮チームじゃないのかな、ほぼ山本さん、リュウ、ミノさん、ベガ、モツさん、ブランカ、
まあ、ほぼというよりも、まあホルモンですな。まあホルモンぐらいの。え、式でなんですか。式だけじゃなくて、結構よくでもやほぼ山本さんは式で見るよ。あ、本当ですか。うん、最近は式でもできてきましたね。式とあとあれなんじゃないかな、あの確かのババとかでもやってるみたいな。俺全然ちょっと言ってないんでわかんないんですが、じゃあちょっと引きますね。はい、さあまだ組み合わせできないですね。さあ何番。10番。あれ10番ってワンチャンチーム1回戦できた。まだできない。C の2番ですね。ということでまだ1回戦組み合わせはできず。はい、ありがとうございます。はい、さあ次が、さあ最近はね結構新しい人でも増えてきた感ありますよね。そうですね。なんで新しいの増えてるんですかね。わかんないっす。いいじゃない、いい子じゃないですか。はい、はい、次がクロスんち。これ長いからやめろって言ったんだけどな。臨病投射以下略。これね、これクロス本人から聞いたんですけど、はい、略して臨病とやらないでくださいって言ってました。あ、それは俺が言ったんですよ。それでよくないとどうクロスだし。略して臨病はやめてください。あ、やめてくださいって言ってた。やめてください。あ、そうなの。はい、さあじゃあ引きますよ。クロス、サヨナラ、エンペルド、クサということ で、 フェイドン、バイソン、クロス、サヨナラ、エンペルドはこの会場知ってる人結構多いんじゃないですかね。まあ、クロスさんはあれですかね、あの X じゃないですね、ストフォー勢でいいんじゃないかなと思うんで。まあ最近は X ばっかりですけどね。いや、ストフォー勢で引き取ってもらえればなみたいな。まあ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 ですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ引きますよ。ほっほっほっ、下が9ですね。9番。はい、まだあれですね、1回戦できないですね。あ、できた？できました。1回戦ほぼホルモン、ほぼホルモン、山本持つ美濃対クロス、エンペルト、草。チームのキャラ構成だけで見たあれだね。クロスのバイソンがいるってだけで結構厳しそうだね、ほぼホルモンチームは。そうですね。さあ次ファイナル駐屯地、カニバル、ブランカ、トンネル、バッハ。ちょ、結構な名前ですね。モリガンさん、結構な名前ですね。バッハはやばい。でモリガン、モリガンさん久しぶりですね。モリガンさんこの間バーサスで見たよ。いましたか。うん、かなり古豪なプレイヤーですが。そうですね。さあじゃあ引いていきましょう。はい、引いてください、吉野さん。モリガンさんってでも相当古いですよね。うん、並木の時によくやってたよ。だから並木とかそういう時代の話ですよね。うん、私も全盛期は存じ上げないといったような。見えちゃった。もう一回もう一回。ほっ、13番。13番は、はい、弱と D ブロックが初めて入ったのかな、枠が。D の1。D の1ですね。D。それ、今の人分かりますそのネタ。なんでだって、D、D、そう、D、D は、だって D はね、そうですね。まあ、卒、D、おなじみ、シューティングなんとかさんが、ね、いらっしゃいますが。はい、さあ、次が新立川三面剣。歌舞伎くん、兄、セロファン。これ、兄は兄じゃないんですね。そうですね、この3人は割と今まで立川勢で参加してくれてますよね。そうですね。そうですね。はいはいはい。割と 3-4 はこのメンツって気がします。誰が来年なんでしょうね。誰が来年なんですかね。セロファン君ですか。セロファン君ちょっと来年っぽいですね。あ、そう。それ髪型とかだけじゃなくて。さあ、行きましょう。はい。セロファン君ちょっと来年っぽいですね。何が出るかな、何が出るかな。じゃあでも、早く。はい、はい、何番。14、なんか並んでるな。 14番。はい、 D の D の2。あ、ファイナル駐屯地と新立川三面剣。だから面白そうですね、これは。はい、まあ、ゼロ回戦のあれがありますからね、まだ分かんないですけど、ほぼ決まりと。さあ一番今回はですね、もうどうしようもないチームですね。はい、グッチ界。いや、かなりもう名門ですよ今。さあ、はい、グッチ、グッチ、沼、焼き鳥、エスフォークです。はい、グッチ、沼、焼き鳥、エスフォーク。はい、ここがどこを引くんでしょうか。引きますよ。グッチ界ももう今名門ですからね。はい、はい、はい、12番。決まっ、 C 完成。 C ブロック早くもあれですね、4チーム埋まっちゃいましたね。さあ、アッコにお任せ。いや、これバルドグで全員引き越されてほしいですね。バルドグはでもありますね。苗場純理、ウネガイル、アッコ、バルドグ VS グッチ、リュウ、沼、バイソン、エスホークということで、さあ、さあ C ブロックが一応決まりましたね。はい、なかなか面白いな、でもこれ。さあ続きましてが、はい、これですね。はい、と超必、これ普通に読んでいいのか、超必殺忍び橋って読んでいいのかね。どうですかね、ちょっと分かりませんが。はい、とポアトリン、タツトシさん、ポアトリン、バルログ、タツトシ、リュウにネロさん、ガイルということで、リュウ、ガイル、バルログ式チームですね。これも式チーム、ほうほうほう、なるほど。式は盛り上がっていいですね。そうですね。さあ引いてください。はい、
お茶丸くん、お茶丸くん、それ中の人、中の人などいないって言われてないからおい、あ、待って、はい、はい、15番、はい、ということで D ブロックですね。はいはい、全然前半引かないな、どうしてだはい、次、はい、次、サザンガイズ、ね、やっぱそう読むよね、やっぱそう読むのかな、これ 年齢バレる発言ですか、これ、そう、これなんて読むのかなみたいな感じだったこれやっぱ今吉尾さんが言ったけど、やっぱサザンアイズではなくサザンガイズと読んでいいんでしょうかね。じゃこれそもそもさ、ヘビメタコってそラムネス古いよ。そうですね、あのぬくぬくさんが見た目に反して結構アニマトークなんですよ。あ、そうなんだぬくぬくさんが結構なアニマトークなんで、あの時代のということで、ヘビメタコさん、ヘビメタコさんはね、キャミーはね、この間ね、あの鹿島田に来てくれたんだけど、中村くんのキャミーを見て憧れてキャミーを始めてしまったという、そういう人ですね、16キャラいんのになんて運のない人なんだろうみたいななるほどなるほど、ヘビメタコさんとギャリーさんにぬくぬくさん、ぬくぬくさん、これ多分双子の兄弟じゃないかな、違うかな、そうなの、ブランカブランカ、横浜系のブランカ、ね、まあ今回のチームなんか一番ですね、やばいキャラ弱いです、一番キャラ弱いですね、はい、はい、じゃあ聞いてみてください、ほっ、3番、3番、さあ、まだ決まってないですね、はい、じゃあ B ブロック全然引かないね、引かないですね、さあ、八千代キャッツアイゼ、さあ、次行きましょうかね、はい、次が、じゃん、八千代キャッツアイゼ、はい、八千代キャッツアイで、最近一つが流行ってるという話は私もちょっと聞いておりました、四つ街道がね、なくなってからどうしてんだという話でしたけど、八千代キャッツアイってあのストボーとかでも有名なところでして、で、結構あの奥地なんですけど敷地はすごい広くて台数もいっぱいあってっていうところなんですよ。八千代と八千代台は違うの？あ、ほぼ同じですね。あのだからあのなんかプレイ東洋高速線で、行くところのとこの近くにあります。八千代はあのプレイランドカーニバル、あのハイスコアとかで集計店の、ね、そこら辺ぐらいしかイメージないけど、もうないだろうね、当然ね、その店も。あ、多分そうじゃないですかね。はい、ということでストマ結構ゲーセンはあるんですけどね。ストマック、モミオザンゲフ、ブンチンフェイロンに片山健ということで、片山さんとこの間飲み会にいらしてくれた方ですかね。ちょっと分かんない、ちょっと名前あれでしたけど。はい、じゃあくじ引いちゃいましょう。はい、引きましょう。どこかな、結構八千代キャッツアイ頑張ってほしいですね。そうですね、ほっ、4番、はい、さあサザンガイズと1回戦決まったみたいですね。なるほど、まあでもまだ0日当日差があるのであの、はい、半決まりですけど、はい、サザンガイズと八千代キャッツアイ勢ということで、キャミー、ブランカ、ブランカにザンギー、フェイロン、ケント、割とあれですね、仮想キャラクターかいキャラクター同士固まってますね。そうですね、はい、はい、で続いてが、いや、ここもなかなかのね頑張り屋さんですね。はい、とシン・ザンギュラーズ、オユ・ザンエフ、ハーデストボーイ、エス・ホンダにシュン・アット・ルビー・オシー・リュウ。これハーデストボーイ君はあれですね、まだあの十何歳でしたっけ。そうですね、これあれですよ、あの15歳、6歳でしたっけ。フォックスかなんかの時に永田さんとあの組んでました、ね、組んで、で、はい、永田さんにいろいろホンダの手ほどきを受けて、ね、え、いや、この子も道踏み間違えましたな。そうですね、この今秋葉イスクにはですね10代のプレイヤー何人かいますけど、それより若いってことですからね。そうですね、完全にちょっと考えられないですね。そうですね、はい、キャラ選択が道踏み間違えてますね。そうですね、10代の少年がストツをやって、しかもホンダの残技弾を使ってるっていうのは、しかもね、結構ねうまいですよね、結構立ち回りがね、立ち回りうまいですよ。お前その年でする立ち回りじゃないだろう。ちなみにあの今あそこにいる18、18のプレイヤーも結構うまいんですけど、はい、だから結構ね若手希望あります。いいです、若手は希望あります。希望あるのはいいですけど、それはね、新しいゲームでそういう目を探してほしいですね。もう X とか墓場なんで、X とかね、墓場なんです。はい、ということでくじ引きましょう。ハーデスブ君、確か味方の大会で優勝しましたよね。あ、そうなんだ。ほっ、1番。さあ、1番。さあ、決まったかな。審議対イロハさんチームかな、確か審議対は。審議。それ、イロハさん、あ、そう、年齢が最長老チーム、最長老と最長老チームと最若手チーム。そうですね、これはっきり言って親子と言っても全く違和感がない実際そうじゃない、親子ぐらい年齢ですよね。だって15、6歳と15、6歳と44、45歳。あ、いや、ちょ普通にありえますよね。今できればピーってしてほしかったけど年齢普通にありえる組み合わせですね。親子はありえますね。さあ、続きまして、さすがにこれ私行くのまずいじゃないですか。続きまして、これはですね、次が本
本来一番やばいチームになるはずだったそうです、ね、開幕ドスコイ、はい、武蔵小杉ザンギエフ、まあれですね、あのピーキチさんですね、ピーキチさんですね、ピーキチさんとハルキング、はい、ホンダに吉尾くんがいる。本来ここは吉尾ガイルではなくニーアホンダだらしいんですよザンギホンダホンダはニーアさんからお前そのチームはないだろうと落ち着けとお叱り入ったらしいですね。お叱りが入って、はい、あの玉持ちを入れなさいと指示が入ってこの方みたいですね、はい、さあということで開幕ドスコイ本当にしてくれるのかということでじゃあ手引きじゃここはじゃあしょうがない僕行きましょうね。松田さん行きましょう。はい、はい、5番、うお B の1決まんないかな、決まんない、まだ決まんないか、なるほどですね、はい、あと何ここやめてほしいなもうここも結構あれですね、の鬱陶しいチームですね。そうですね、ここやめてほしいですねさあ次のチームですね、次のチーム、はい、足して4回転半と、はい、ということで2回転バイソン、バイパーホークにピロシー、ホンダと、はい、まあ、2回転、名前だけの2回転と実際2回転するバイパーさんとまあ大衣装で半回転と、はい、ということで4回転半と、まあ、このチームはあれですね、まあ、正直めんどくさいですね、めんどくさいですね、はい、ここ結構めんどくさいですね、ここあれじゃないですか、開幕ドスコイとぶつかったらいいんじゃないですかね。いや、 やめてくださいさあ、くじ引いていきましょう2回転バイソンな、ほっ、さあ引いた7番、同じブロックじゃない、同じブロック、まあもうここで当たるしかないですよね、まあ、ほぼほぼ、あでも7番ってさっき8番あったから決まったんじゃない、組み合わせは根も川ヒデ、いいとこで当たったね、根も川ヒデ、まあヒデ君のあれですね、氷のチュンリーに、まああとカーシムの自由フリーダムダルシムに、まあうまくね、いいようにやってほしいですね、はい、やられなければと思います。さあこれはですね、あれさっきのさ、あっ、あそうか、アッコさんとかもう自分決まってるか特に気にしないでいいのか、もう大丈夫ですね、はい、はい、じゃあ続きましてノキーマー、はい、どっちかですね、はい、福山さんとてっぺくんとぺこさんですね、もうこれ15チーム目か、なのでこの次の16チーム目、このマザラン、コタカ、赤ブラ、ヒロヤン、ここはもう勝つ、そこだけはやめてくれ、ここはそこだけはやめてくれ、頼む、くじ引く権利がもうないですそこだけはやめてくれ、これやばいね、ここね、そこだけはやめてくれ、ここ、鬱陶しいねさあ、じゃあ先にとりあえずノキーマーさん、まあコタカはくじ引かなくていいだろう、さあノキーマー、はい、よしよ、じゃあ自分の運命は自分で決めるんだ、うわそこだけはやめてくれ、さあどうなる、はっ、さあ、ノキーマノキーマは6番、おぉノキーマ6番ということで、ノキーマ6番ということで、B ブロックが決まったのかな、あれでもさ、今、てっぺいくんって言ったっけ、あれそう、てっぺいくんとこ、結局ガエル動き出したそうですね、ガエル、そうですね、ということで開幕の数、吉尾さんが散々言っていたノキーマ、まあ、小高じゃなくてよかったわ、開幕ドスコイでぶつかって、さあということで小高が超必殺忍び鉢と、またあれだね、これひどいところに入ったね、ちなみに鉄平くんは去年ここで大会で準優勝ですよ、私鉄平くんに勝ちましたそうですね、松くんに負けました私は、ああブランカね、はい、じゃあ松くんブランカうまいからね、松くんには、うん、鉄平くんには勝ちました、さあこれなんか妙に B ブロックアップになってるけどさあということでくじ引き終了ということで、はい、いやあれだね、ご苦労様でした、30分かかんなかったね、よかったよかった、まだまだ準備を、ね、準備しましたからね、確かに、はい、さあということでこんな感じであれですね、決まってます、後ほどね、ツイッター上とかでこれ僕あれですよ、またちまちま、はい、携帯で打つんですよ、はい、そうですね、はい、じゃあちょっと今ね1から8と9から16で当日枠どこ入るかくじ引きしますんで、ね、ちょっと、やり直しますね、ちょっと待ってください、まだだから1回戦の相手は確定ではないです、もしかしたらもしかするかもなの で一応ね、A ブロックで0回戦2個とかそういう風にならないように、それさっき2回転さんはそれでもいいだろうとか言ったんですけど、ないでしょうないでしょうということで、 A か AB で AB で1つの CD で1つの0回戦という当日枠ですね、当日枠のチームが0回戦のところに収まりますので、じゃあそこね、あれですね、今からまた1,2,3,4,5,6,7,8 ということで、A の1,2,3,4、B の1,2,3,4で、くじを引いて吉尾さんがビターで引いたところが0回戦あるということで、
はい、じゃあ後半は松尾さん引きます。吉尾さん引いてください。僕は責任も負わないですから。僕は責任も負わない。なんでなんで企画者でしょ。ああ、そうか、 B は吉尾いるからあれか、俺引いた方がいいのか。あ、そうですね。じゃあ前半はそうしますか。うん、じゃあ前半、はい、じゃあ前半はそうしましょう。はい、しょうがないな。これ今ね、ほら9時ね、あれこれ見えないかな。そうですね、これ1から8まで、はい、1から8までありますんで、これ、ね、はい、これはい、はい、入れて、サイは入りましたよ。はい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 、ストップ。はいはい、行きましょう。はいはい、3番ということで、 A の3番が0回戦、 A の3番はどこかな。3番ですね。はい、 A の3番でどこかな。サザンガイズが0回戦と、0回戦ですね。はい、当日勝ったところと当日枠あるので0回戦ありですね。はい、なのでそこ AB ブロックに関しましてはもう完全に組み合わせが決まりました。新ザンギュラーズ新ギタイが1回戦第1試合で、サザンガイズと0回戦勝った方が八千代キャッツアイ勢と、で B の開幕ドスコイとノキーマーで足して4回転半とネモカフェ。これ B 結構鬱陶しいんじゃない。これ B ブロック結構そうですね。なんか言うてみんな結構ベスト4ぐらいは皆さん経験がある。そうね、これ結構 B めんどくさいね、はい、どこが一番、まあ後ほどね、ちょっとどこがめんどくさいかの会話も交えれればなと思いますので、じゃあ続いて、はい、これもう終わりか。はい、じゃあ次C、D ブロックの0回戦、さあどこが0回戦あるのかなと、吉尾さんが今から引きますね。はい、あとですね。の、9から16まで。なので C の1234、D の1234。さあ、どこ引くのかな？いいっすか？さあ、引いてください。小高。小高。小高行ってほしいな。小高。ほっ。小高。さあ、13番。小高行った？え、ファイナル中断地。惜しい。惜しいですね。惜しい。ちょっと小高行ってほしかったな。小高のとこ行ってほしかったですね、非常にね。小高、赤村、ひろやんて。結構。全員2位まで行ったことありますよね。そうですね。ここ、そこずるいですね。全員2位まで行きますから。さあ、ということで、今一通り出たの、ね。ひろやんて個人戦で2位ありますからね。とね、うん、いや、C も C で、クロスと草くんがいるところ。はい。で、グッチ会でしょ。グッチ会もまた、うん、まあ、グッチ会やっぱ焼き鳥さんかな。で、D は、まあ、小高のところが抜けてるかな。まあ、そんな気がしますね、やっぱ。さすがに抜けてますかね、うんうん。ちょっとね、でもほら、セロファンのザンギとか、ね、もういるから分からないっちゃ分からないけど、あとはあれ、当日、どんな競合が来るのか。うん、やっぱ B が一番怪しいんじゃない、どこが抜けるか分からないみたいな。分からないですね。私も最近ブランカ戦がさっぱりなんで、もう全然負けると思います。さあ、ということで来週日曜日3月19日の、はい、2時より本戦開始予定のエクサですね、トーナメント決まりましたので、今これ9時を引かれた16チームの方々は1時までお昼過ぎ1時までいいので、ゆっくりで構わないので来てください。で、エントリーですねのエントリー確認ですね、押しに来てください。で、2時から本戦開始予定になりますので、それまでにはチームメイト全員揃っている形でよろしくお願いします。で、今発表されなかったアッセン希望の方々がもうすでにエントリーで、で田坂さんと、なるほど、え、うん、何人かエントリーの方はさっきも唐揚げマンさんからもアッセン希望が入ってますし、ほうほうほう、でエクスパートジャジャンケンとかそこら辺もチーム使ってないみたいな感じはあるので、なんか、まあと、はい、店長が出るとかなんからしいですね。あとヘイで猛威を振るってると噂の、はい、これ多分本人でもうやめてくださいって言われたけど、もう鈴鹿ダルシム、もうあれ強いですね。ちょっと待って、あれすごいですね。この間ボコボコにしたでしょ。いやこのぐらい煽っといた方がいいから、ね、鈴鹿君も当日ね仕事でどうだか分からなかったですね、うん、あれ人結構大盛りとか釜竹で出るイメージありましたけど、そうですね、うん、はい、いや鈴鹿さんすごいですね。はい、とうとう、まあ、かなり注目プレイヤーまだまだ出るという話もありますので、そちらのそこら辺の方々はですね、はい、お昼前11時までにアセエントリーですね、アセエントリーもしくは当日3人チーム決まってても構いませんけども、とりあえず来てください。あれ、そういえば瀬尾さんとか闘魂
さんとかあれ辺はないですか？エントリーしてないね、うん、まあ、来るんじゃないかな、わかんないけど。東高さんは、そうなんだ。東高さんはぜひ出てほしいですね、こういうのは。まあそうですね、いい加減東高さん出てほしいですね。さすがにガムシャラジャパン代表としては出ていただきたいところありますが、そうですね、最近何かと噂のユリッチのあれですね、参加はお待ちしてます、お待ちしてるって感じですね、はい。そんな感じで、とりあえず当日は11時エントリー締め切りの11時半、まあ、できれば12時だね、12時までには当日予選開始して、はい、まあ、2時には当日枠も決まって2時、ね、無事にスタート、まあ、くじ引きとかそういうのがね、放送のもう今終わって、もう時間短縮ができているので、はい、きっかりできると思うので、割とすぐ終わります。あ、はい、ちなみに敗者戦とかあるんですか、今回は。敗者戦今回なかったんじゃなかったっけ。一発今回一発ですね。今回一発です、はい、あくまであれですね、エストルールに準拠しているので、はいはいはい、一発です、はい、の負けてもまだ次があるからいいやとか、そういう余ったれたのなしです、はい、ライフとかないですはい、わかりました。あ、そしてあとルールとして、今回初の試みとなりますのが、1位抜け、2位抜け、予選4ブロックある中で1位抜けと2位抜けが、決勝の8チームトーナメントに進出できます。で、2位抜けはいろいろ不都合があります。あれ、2位抜けってことは結局トーナメントで2位抜けってことですか。そうですよ、トーナメントで2位抜けってこと、はいはいはい、いろいろ不都合があります。本来だったらじゃんけんで 1P2P かだけ決めて先方プレイヤーをスタッフに死後申告となってますが、の2位チームに関しては決勝トーナメントに進んだ段階で先方固定です。なるほど、もう前もって言っといてもらいます。言っといてもらっても、ね、で決まってる状況で1位抜けの連中4人4チームがくじ引きをして、先方が決まってる2位チームをもう見てから狙い撃ちで1回戦決めていくということ で、まあまあ2位ですかね、それぐらい不利な条件でもいいかなという気は。で、2位チームは決勝トーナメント中はもう一生先方はそれでいくので、とはいえあれですね、ジャッキャラでは厳しいルールですね、ですね、はい、とはいえだから1位でなんとしても1位で抜けたいと思いますね、だから、はい、まあ順、うん、まあ、ブロック決勝まで進んだら、あーもうとりあえず抜けだねみたいな、その消化試合ではなく、確かに確かに、そこまできっちりやっていただければなと思いますので、うん、はいですね。なんでライフが1位抜けだからライフがあるとか、フォックスの時みたいにワイルドカードとか1人もう1回出せるとかは今回ないです、はい、代わりにもう1位の方が圧倒的に有利な、なんせ見てから決めれますからね。そうですね、相当有利ですね。しかも見てから決めれちゃうのにじゃんけんで 1P2P されたら選べますからね。そうです、だからこれキャラが全然噛み合ってれば一流クラスに全然勝てるルールですよ。そうですね、キャラが噛み合えば、はい、なのでぜひとも皆さん1位抜けを目指して頑張ってください、はい、あとあれだね、配信の URL は、はい、今回これね撮って作ったようなURL なので、はい、当日は買いますか、バーサスさんの、あ、バーサス、はい、あ、はい、ツイッターアカウントで、はい、配信させていただきますので、こっちつけてもあれやってねえよってふうにならないようにしてください。了解ですはい、じゃあそうですね、まあまあ予定通り30分ぐらいで終わり、ね、ということにね、でちょっと時間も余ってますんで、まあ、せっかくなんでね、この秋葉原 e スポーツスクエアの宣伝をして、はい、終わりかと思います。ですね、まあ、格闘ゲーム的にはですね、この総合格闘ゲーム対戦イベント、今ファイターズエボリューションと名前をつけております。まあ、これ会場の場内の映像とかで流せないのかな。あ、多分ね、そうですね、ちょっと今やってます。あー、これさすがですね。そう、こんな感じでね、はい、なんか本当海外のイベントみたいな感じなんだよ ね、 ね、いろんなゲームでやって、なんかそれみんな楽しそうでいいなと思います。はい、ちょうど今ねジョン君が映ってますけどさあ、こんな感じでねやっております。いろんなイベントね、いろんなタイトル、扱ってますけど、持ち込みも OK ということで、はい、持ち込みも OK ということで、その辺、ご相談いただければ、フレキシブルに対応していければなというふうに思っています。今日はね、この通り、ギルティやら KOF やら、スト5アルカップ等が、動いております。はい、こちらですね、今のところ月1で、やるようにしておりまして、まあ、私、カゲッチさん、小市くん、OGT さんとかその辺の、あとですね、大体そのゲームのコミュニティの中心メンバーの方に連絡を取れば、大体連絡がここまで回ってくると思いますので、その辺の感じで、どなたかから、
上がるようにしてご相談いただければ、多分話は通じると思います。コミュニティの中心人物に、ご連絡いただければと思います。今ね、実際あの配信の映像流れたのも、なんだろう、その壇上の方の一部分だけだったけどもね、思ったよりもね、思ってるよりも広いんですよ、ここ。はいはいはい、思ってるよりも広くて、なんか本当ね、のあっち、片やあっちではこういう感じですね。あ、そうですね。片やあっちではなんか、ギルティだったりとか、なんソウルキャリバー、そうですね、キャリバーも今回は、急遽持ち込みで決まったということで、ね、やったりとか、で、片やこっちではあの最新ゲームだったりとか、はい、な感じでね、本当、皆さん楽しそうで、すごいいいなと、本当ね、海外の本当ゲームイベントはこういう感じじゃん、もうこれのまあ、似てるよね、非常にいいイベントなの で、うん、であの奥にカウンター見えますよね、あそこで軽食と、はい、飲み物等ですね、あ、そうですね、も頼みますし、はい、で今年の8月エクセストでもまたこちらイースポーツスクエアさんお世話になる予定ですので、あ、その予定を言っちゃっていいですね。そうですね、はい、あ、わかりました。なので、日付だけ ね、日付をね、どうしようか迷ってるんですよ、なるほど、なるほど、なんでそこら辺も踏まえた上でちょっと後ほどツイッターの僕のあれですね、かける号とかエストとか、はい、フォックスで、はい、今回からのエクサーと総合アカウント、はい、総合サイト等でアンケート日付、その8月の、そうですね、8月3週、4週で毎年やってますから、今までだったら8月の、ね、最後の日曜なんだけども、うん、それを最後の土曜日にしようか、それか8月お盆の時期の土曜日にするか、それから去年から8月って土地狂って山の日とかできたじゃないですか、はいはいはい、だからあそこら辺のあれが確か月曜祝日なので、なるほど、それの前 の、 日曜日にしようかで、皆さん の、 できる限り の、 都合とかにお答えできれば、全員が全員のというのは正直難しいんですけども、できる限り出れる、出れそうな日で都合をつけれればなと、まあ、その辺もね、はい、もう半年以内と差し迫っているので、e スポーツクエアさんもその時期多分イベント等で埋まってしまっている可能性もあるので、なるべく早めに、そうですね、抑えれればなと思いますので、はい、そちらのアンケート等もご協力くださいという感じですね。そうですね、はい、で、X のね、8月のイベントはもう結構1日貸し切りの、演出も結構バッとつけまして、ね、本格的にやるつもりなんでね、そこは X の皆さん、お楽しみということもあり、去年の S との配信の動画とか見ていただければ、そうですね、はい、小高のもう、はい、パンツ履いてないという発言も聞けますから、はい、そうですね、それ辺とですね、動画ご視聴のね、スト2動画ファンの皆様もね、その辺は楽しみに待っていただければなと思います。はい、それからですね、相変わらずですね、毎週水曜日ストリートファイター5対戦会も、やっております。こちらファイターズクロスオーバーということで、毎週基本的にはたまに目標になりますが、基本的には毎週水曜日19時から、23時までということでね、そちらもやっております。あと随時ですね、金曜日にケイオフやったりとか、いろいろそういう追加イベントありますので、そちらの方はご注目くださいということで、よろしくお願いいたします。ファイターズクロスオーバーストリートファイター5の方ですね、私か影地さんの方に連絡を取っていただければ、細かいことは対応できると思いますということで、そうですね、はい、そしたら同じようにそのエストかける号エクサフォックス等に関しては、はい、僕の方に、まあ、ツイッターアカウントで、ね、僕の直接でも構いませんし、はい、まあ、私とか二回転さんでも公式の方のツイッターアカウントでも問題ないので、、はい、何かしら、まあ、吉尾君もそうですね、はい、私とか二回転さんとかですね、そういう方とかでも OK です、ですね、あと、はい、コミュニティ話とか、その組み合わせとくじ引き等に関してはセロテープさんに問い合わせていただければ、はい、二回転さんいますね、二回転さんですね、はい、はい、ということで、いつでもお問い合わせいただければふわっとしたお答えを返せると思うので、はい、よろしくお願いします。はい、さらじゃあ最後にあれですね、今回決まったトーナメント表をバッと、あ、そうですね、バッと映していただいて、出していただいたところで、はい、本日はこちらで失礼いたしますということで、はい、皆さんお疲れ様でした、ありがとうございます。じゃあトーナメントお願いします。はい、さあこれを、まあ、ちょこっとアップ気味な、ちょニーヤさんがあれですね、ニーヤさんがあ、でも今回もね、新潟さんもいろいろお手伝いしていただいたのでありがたいですね、はい、さあこれが今回のトーナメント表ということで、もう1週間しかないですからね、はい、明日明後日、まあ例えば明日月曜だったらもうこれはですね、ビッグワンさん行くしかないですねで火曜バーサス行くしかないですね宣伝をで水曜日は中野ですね、中野 TRF さんですね、はい、木曜は鹿島田ですね、木曜はどこなんだろうねで金曜日、金曜日はあれか、はい、式だね、
はい、そうですね。で、土曜日、前夜祭、特に今回前夜祭何も考えてないんだけども、あの大山ニュートンさんで、そうですね、いつも通り定例イベントありますね。定例イベントありますので、はい、まあ、そこをその場をお借りして、まあ、前夜祭的な感じのやらせていただければと思いますので。で、あとはあれですね、当日、はい、ですね、当日頑張りましょうと。はい、ではそういうことで、はい、よろしいですか。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。